とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。アップデートがもうすぐですね。ということで、今日は、現環境での最強防具ランキング、やっていこうと思います。トップ5、発表しますね。おそらく、アップデートで、修正がいくつか来るんじゃないかなと思うんだけども、まあ、現在は、これぐらい強いよっていうのをトップ5でやっていきます。よろしくお願いします。では、行きましょう。ミステリーアーマーは特殊すぎるのでランキングに入れてません。それでは最強防具ランキング第5位からいきましょう。第5位は2つあります。英雄のアーマー、そして勇者のアーマーです。どちらとも同じなんだけども、英雄の方がスキルが1個多いです。でもそんな重要じゃないので、どっちとも第5位だと思ってください。何が強いかっていうと、スキルのポーションのクールダウンマイナス 40%。これがめちゃくちゃ強いです。やっぱり、高難易度になると、一発でやられることも多いので、そこでポーションバリアを無限に使っていくっていうスキルにすると、かなり生存率が上がります。まあ、それでも死ぬときは死ぬんだけどね。でも、どんなやつからでも、3、4発は耐えれるようになるので、無限ポーションバリアビルドはなかなか強いです。第5位は、英雄のアーマー、そして勇者のアーマーです。それでは第4位です。第4位は、スパイダーアーマーですね。スパイダーアーマーのいいところは、攻撃速度が 25% 上がって 6% HP を吸収するところですね。攻撃速度の遅い怒り、そして星なき夜とか、その辺を使うときに重宝する防具になっています。第4位はスパイダーアーマーです。続いて第3位いきましょう。第3位はウィザーアーマーですね。これも HP を 6% 吸収する防具になってます。で、攻撃速度は上がらないんですけども、35% のダメージ軽減がついてます。やっぱりね、高難易度になると、攻撃よりも防御の方が大事になってくるので、35% 軽減っていうのはすごく重要です。なので、これもスパイダーアーマーと同じく、星なき夜、そして覆われた怒り、その辺と合わせるといいです。また、6% 吸収がカバンビルドでも有効になるので、これカバンビルドでも使っていくことができます。第3位は、ウィザーアーマーです。それでは第2位です。第2位は、影の衣ですね。これの強さは、まず 35% 軽減がついてるっていうこと。そして、一瞬無敵になる。このスキルがとにかく強い。バブルバースターと合わせると無双できるスキルになっているので、この防具はめちゃくちゃ強いです。さらに 35% だから生存率も高い。ということで、おすすめです。第2位は影の衣です。続いて第1位いきましょう。第1位は発光するイカの防具ですね。これはね、見た目も最高だし、めちゃくちゃ強いです。まあ、まず、影の衣と同じく、一瞬無敵になるっていうスキルがついてます。なので、バブルバースターとの相性は抜群。ただ、35% 軽減はついてないんだけども、イカスミで攻撃がたまにミスするので、それでそこそこ生存率は上がってます。で、これはね、移動速度が 15% 上がるのよ。これを装備して、やってると他の装備をした時がすごくぬるく感じるんで、もうなんだろうね、これから抜けることができなくなってしまいました。ということで第1位は発光するイカの防具です。はい、ということで今日は現環境での最強防具ランキングやっていきました。アップデートで修正が来るのが本当に怖い。修正来ないでください。お願いします。ということで、武器ランキング、弓ランキングもやってます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。